どうも、タクトです。ということで早速、何がということでかわかりませんけれども、野球の情報を発信していきたいと思います。で、何をやろうかなっていうふうに考えていたんですけれども、まあ、自分の持っているところからしか発信ってできないので、だったらまあ、最初は、自分の好きなことを発信しようと思いまして、ある人物を、今日ですね、紹介しようと思います。その人物紹介を通してですね、いろんな、僕なりの学んだこととかをですね、動画にしてお伝えしたいなと思います。ある人物というのはこちらですね。野村克也さんです。はい。で、選手としてもね、ものすごい成績を残している方だし、いろんなエピソードがあるんですけれども、今日はですね、監督野村克也としての部分をですね、一つの動画にしてお伝えしたいと思います。皆さん野村克也、もちろんご存知ですかね。最後に現場を退いたのが2009年になるので、楽天の監督が一番最後、これ10年前になるので、もうそれを知らない人からしてみるとですね、なんかテレビたまに出る、ちょっと深夜のね、スポーツ番組とかに出てきて、解説でちょっと、小さい声でボソボソ喋るおじいちゃんぐらいの、そういうイメージしかもしかしたらないんじゃないかなと思うんですが、ものすごい、優秀なというか、もう日本のプロ野球においてですね、素晴らしい、多大なる功績を残した、監督、指導者、野球の指導者であります。そんな野村克也さんですね、弱小チームを率いて日本一を掴み取るチーム作りの秘密というタイトルでやっていきたいと思います。ちょっと、ライトの関係で見づらかったらすみません。野村さん。ずっと、プロ野球の監督いろいろやってきてるんですけれども、こぞって弱小チームで監督をやってるんですね。で、弱小チームを一からチーム作りして、そして、強くしていくっていう、優勝教員人みたいなそういう役割をですね、ずっと担ってきました。リーグ優勝したのがこの 1,2,3,4,5 回の中で、日本一になってるのが3回あります。で、ヤクルトっていうのは、ヤクルトスワローズ、もともとですね、ほんと、毎年最下位の弱小球団だったんですけれども、その監督を請け負って、そこから日本一3回掴み取る。で、まさにね、この時の功績っていうのが今も、すごく残っていたりするんですけれども、楽天の監督もやって、あの弱小球団楽天をですね、2位に、3年目かな、3年で2位に上り詰めて、で、最終的にはその後退任して、それを受け継いでいったね、一人監督挟めて星野監督が、その後日本一を掴み取るって。あれの礎を作ったのは野村克也だと言っても過言ではないんじゃないでしょうか。そんな、弱小チームをうまく、意識改革させて持っていく、この野村克也の教えを、一つの動画にしていきたいと思います。唐突なんですが、皆さん。野球を普段していたり、野球の指導をしていてですね、人生とはとか、生きることについて考えたことってありますか？もしかしたら、そういう指導者にたまたま巡り合った方とか、そういうチームの意識があったとか、そういう経験を野球の中でしてきた人は、もしかしたらあるかもしれないんですけれども、じゃあそういう人たちも改めて、人生、何のためにあるのか？あなたは何のために生まれてきたのか？って聞かれたらさ、答えられますか？ね。ちょっと唐突だったんですけれども、この野村さん、各チームにですね、配属じゃない、赴任、監督として赴任するたびにですね、一番最初にやることがあるんですね。それはミーティングなんです。で、ミーティングで野村さんが喋るわけですよ。選手とか、そのコーチ陣向かってですね、喋る、ミーティングを重ねてですね、もう練習よりもミーティング。ミーティング、ミーティング、ミーティング。春季キャンプありますよね。春。春にキャンプインするんですけども、キャンプインして一番最初にやるのは、体作りでも、まず練習でもなくて、ミーティングなんですね。ミーティングでまず喋って、意識からまず土台作りしていく。で、シーズンに入っていくっていうような、そういうチーム作りをしていた。で、そのミーティングでですね、第一声、その選手たちに語りかける言葉が、まさに、君は何のために生まれてきたのか考えたことがあるかい？って、こういうふうに選手に問いかけるんですって。すると、選手たちは、へっていう顔をするじゃないですか。でそこで、野村監督が、野村さんがですね、自分の持っているもの、人生論だったりとか、哲学とか、
なんか経営者の話とかですね、仕事する上で大切なこととか、そういうことをですね、喋り始めるんですね。それから徐々にシーズン近づいていくにつれて、戦術的な話をですね、していくんですね。で、まさに、野村ノートっていう野球の、野村さんの本があるんですけれども、もちろん野球の本ですよ。あるんですけれども、これがまた面白くてですね、この野村ノートの本の構成が、まるまるこのね、野村さんのミーティングのような構成になってるんですよ。これ面白いんですよ、この本。僕が、この野村ノートに出会ったのはですね、中学生の時なんですね。で、僕中学校の時にキャッチャーに初めてコンバートされまして、やり始めたんですけど、その時の監督がですね、僕のところに本持ってきてですね、野村ノート、これ絶対勉強になるからお前読め、というふうに言われて、はい、ってもらったんですけど、中学校の時って本読む習慣で全くなかったんですよ。もう本なんか読まない、一回も開かないです。結局その野村ノートもですね、借りて一回も開かなかった。で、卒業式迎えて、卒業式に、まあ、卒業終わった後に、その先生のところに行って、ありがとうございました返しに行って、おう読んだかはいって答えるじゃないですか。そしたら、おー、よかっただろ、この本。じゃあ、一個問題出してやるからよって言われて、配給における原点とはいうふうに聞かれたんですよ。これ、まあ、野村ノート読んでればですね、もう何回も出てくるところなんで、絶対に頭に入ってるはずなんですけど、読んでないですから、答えられない。はーっていうふうに言ったら、もう、その先生がですね、俺の表情を見て、あ、こいつ呼んでねえなと思って、もういいや。って言ってどっか行っちゃったんですね。それがめちゃくちゃ僕ね、中学生なりにすっごいショックだったんですよ。なんか、自分をこう、なんていうの、信頼関係にある人、自分が尊敬する人でもありますよね。のことをですね、すっごいもう裏切ってしまったっていう、その感覚がすごいあって、めちゃくちゃその時ショックで、トラウマ並みにショックだった。まあ、そういう思い出のある、苦い思い出のある本が、野村ノート。で、高校生になってからですね、やっと勉強することの大切さを学ぶんですね。知り始めるんですね、高校生になって。野球もただこうプレーしているだけじゃダメなんだと。ちゃんと頭でいろいろ勉強して、知識として吸収して、で、プレーに生かすっていうことってすごく大事なんだ。野球も、というふうに、まあ、気づき始めたんですね。特にキャッチャーっていうのは勉強大事だ。その時に手に取ったのがこの野村ノートだったんですよ。本屋さんに行ってですね、今度はだから自分の手で、その手に取った。自分の意思で手に取ったっていうところですよね。本屋さんでこう探して野村ノート、あったなぁ、こんなのあったなぁ、そういえば中学校の先生、俺に貸したなぁ、俺に何をこう伝えたかったのかなぁ、とかって思いながらですね、今度は自らの意思で手に取って読み始めたわけですよ。そしたらですね、まあ、この本何がすごいってですね、もう最初から激アツなんですね。まあ、最初、はじめにっていう部分があるじゃないですか、本開くとよく。そのはじめにっていうところで野村さんの、まあ、語りから始まるんですけど、もういい言葉にそんなが溢れてるんですよ。うんとね、おかげさまでっていう詩があるんですよね。ご存知ですかね。夏が来れば冬がいいといい。冬になると夏がいいという。っていうやつ。上を見上げれば不平不満多い。隣を見れば愚痴ばかり。どうして自分を見つめないのか。俺がを捨てて、おかげさまでと暮らしたいっていう、こういう詩があるんですよね。で、これを、まあ、野村さんは、あるホテルに飾ってあったのを見て、あ、まさに今の若者に足りないのは、感謝の心だっていうふうに言うんですよ。その、詩を見てですね。じゃあ指導者は何をしなきゃいけないのか。指導者は、結果を出すだけじゃなく、もちろん、結果を出したい。むしろ、結果を出したいからこそ、人づくりに励まなければならない。こういうふうにスタートする本なんですね。もう野球の本じゃないの？全然野球の話出てこないじゃん。でもなんかすごいこと書いてあるぞ。どうやらこれは野球のことだけじゃなくて、人として大切なこととか、なんかそういうことが学べるんじゃないかな。そういうふうに、まあ、高校生なりにですね、ちょっと違う視点でワクワクできた、そういう本だったんですね、野村ノート。で、まさに、
まさにこれ野村さんのですね、チーム作りのミーティングの、仕方、まあ、チーム作りミーティング始め方、まさにこうなんですよ。最初に、こう、ちょっと野球じゃない、人として、人生とは、あなたが生きた、あなたが生きる意味、そんなことをですね、問いかけながら、またプロ野球というこの仕事、仕事をこなすこの意味、それからチーム、ね、組織としての、あなたの役割っていう、そんなところをですね、解いていくわけですよ。そこで、こっちの考える力を養う。それが野村監督の狙いなんですね。よく野村さん、そのミーティングをですね、やるときにミーティングルームに入っていて、第一声に言う、はい、今日も知らないより知っておいた方がいい時間が始まりますよっていうふうに言うらしいんですね。それがまずこのミーティング、一番最初にやる、この野球じゃない話のミーティングの、まあ、一番その大事なところっていうことですよ。で、そういう話を通してですね、考える力をまず養うんです。で、考える力を養った上で、シーズが近づくにつれて野球の話になっていく。そうすると選手一人一人が今度自立して自分で、吸収したものを考えるようになって、そしてプレーに生かすようになっていく。これがまさに野村監督のチーム作りであり、人作りであると。まず人生論とか哲学とか組織論とかそういうところで、そういうところをついてですね、選手を人として成熟させていく。人として成熟させて自立させて、その後で野球のエッセンスをこう注入していくっていう、これが、まあ、野村監督の、まあ、ミーティングを重要視している理由に、なるわけですよね。で、それからですね、戦術的な話になっていくわけなんですけれども、野村監督のですね、こうチーム作りにおける戦術面で間違いなく欠かせない人物というものが、います。それがですね、ドン・ブレイザーという、これは野村監督がですね、南海ホークスの時に、これは監督じゃなくてですね、プレイングマネージャー、選手権監督っていう役職ですね。すごいですよ、野村さん。この選手権監督やってた時には、バリバリの現役選手ですからね、バリバリで活躍していて、それで選手監督やってる。しかもこの70年から77年までな、7、8年ぐらいやってるんですよ。で、しかもこの時にももうホームラン王を取ったかな、わかんないけど、本当にね、ホームラン王争いするような位置、4番でキャッチャーで監督やってたっていう、このありえないですよね。チームの、中心をこう3つ担うっていう、そういう選手だったんです。ありえないですよね。しかももう、元気バリバリだから、ホームラン王争いしてる時に、自分が監督で4番だから、ホームラン争いしてて、俺あと2本単年だよな、ホームラン王に、つって、自分で1番にしちゃうっていう、打順を多く回るように自分を1番にするっていう、そういう、まあ、現役バリバリで、プレイングマネージャーをやっていたっていう、そういう、まあ、時代があったんですけども、その時にヘッドコーチとして、このドン・ブレイザーという、もともとですね、メジャーリーグで、活躍していた二塁手なんですね。その人を、野村さんは、ヘッドコーチとして入れてくれと。この人を入れてくれなかったら俺はプレイングマネージャーやらないから。いう、そういう球団との交渉で、この人をですね、招いてですね、チーム作りをしていくわけなんですけれども、戦術的な面に関してはですね、この人の役割というのがものすごく大きかったというふうに野村監督言ってます。やっぱり野村さんって緻密な野球のイメージこうあると思うんですよね。データを駆使して知識な豊富と経験で、試合巧者、知将って呼ばれるのにふさわしい、そんなイメージ。試合中もこうベンチに座ってほとんど動かないで、もう頭だけフル回転みたいな、あっちこっちあっちこっちみたいな、なんかそういうイメージですから、やっぱその戦術的なところっていうのをすごく重視してるわけですよね。で、このドン・ブレイザーっていうのもわざわざアメリカからこう戦術用のコーチとして招集して、で、チーム作りしているわけですから、やっぱ戦術面っていうのをものすごく重視してる。なぜここまでですね、しっかりこの戦術っていうところにも、アンテナ張って重視しているかっていうところをですね、ちょっと一歩深く考えると、さらに野村監督のチーム作りの大切さっていうことを知ることができます。
ただこれ試合でですね、まあ、練習したこの戦術を試合でバーンとやって相手ちょっと翻弄して勝とうっていうそれだけじゃないんですよ。もっと奥深いところでこの戦術を学ぶことの大切さ、戦術をミーティングすることの大切さっていうことがですね、大切だっていうことを考えてたのが野村さんなんですね。それが無形の力というものです。これ野村さんよく言うんです。チームの戦力を測るにはこれ2つあるっていうふうに言っていて、それが有形の力と無形の力で、有形の力っていうのは要はいいピッチャーがいるとか、いいエースがいるとか、打線がすごいとか、足の速い選手がいるとか、要は実力的なもの、目に見えるもの、数字にできるもの、これが有形の力。それに対して無形の力っていうのは目に見えないもの。例えば、そのチームの試合に向かうこのモチベーションの高さであったりとか、選手一人一人の状況判断の能力の高さであったりとか、情報合戦の情報とか、チームの伝統とか、威厳とか、そういうところにまで及ぶっていうふうに考えていた。で、この戦術を重視するっていうところ、まさに、これ、試合でですね、いいその戦術を成功させる、失敗させる、そこじゃなくてですね、戦術面に対してのミーティングをする。しかも、日本にはなかなかなかった知識をですね、アメリカから持ってくるこのコーチのミーティングをすることで、選手たちは新しいことを学ぶ。そして、他のチームとは違うことを練習する、学ぶ。これによって、選手一人一人にですね、特別感とか高揚感が湧いてくる。これを狙って野村監督ここ重視してたんですね。まあ、なんか他のチームでやってないことを俺らのチームやってるぜってなったら、その戦術とか全く理解してなくても、なんかすげえことやってんなーって言ったら、だんだんなんかワクワクしてきて、チームに対する所属感とか、まあ意識とか上がってくる。それを狙っていた。で、ドンブレイザーがミーティングに来て言うわけですね。今日はエンドランの話をしようって言って選手に聞くわけですよ。君がもしバッターボックスにいてエンドランのサインを出されたら、その時何を考える？で、選手考えるわけですよね。で、ブレイザーが解説するわけですよ。まず、ゴロを打つことを考えるだろう。それだけじゃ足らない。セカンドとショート、どちらかが必ずベースカバーに入るから、ベースカバーの空いた方にゴロを打った方がヒットの確率が上がる。それを狙いなさい。で、なおかつ、ショートとセカンドは、ピッチャーが投球する前に、必ずどちらがベースカバー入るかっていうサインを交わすから、それを注意深く見ていればどちらが入るか、ピッチャーが投球する前にわかる。最初から狙い撃ちできる。さらにさらに、いうふうにこう続けていくわけで、さらにさらに、大抵このショートとセカンドのサインの交換っていうのは、キャッチャーが球種とかコースをサイン出した後に、それを見てセカンドとショートはサインのやり取りをする。つまりね、ショートが俺が入るよって言った時は、ショートが動くわけだから、ショートのところには打球が行かない可能性が高いと考えてショートがベースに入るわけだ。っていうことは、引っ張りづらいインコースじゃなくてアウトコースを要求している、要求している場合が多い。逆もしかり、セカンドが入るっていう風に二人の中でやり取りが交わされたなと思ったら、アウトコースで投げられたらセカンドに行く可能性が高いから、ってことはインコースを要求してるんじゃないかっていうことがわかると。だから練習では、インコースを逆方向の右方向に、アウトコースを引っ張ってショートの方に打てる練習をしなさい。っていう、こういう戦術ミーティングをするんですね。当時の日本にとっては本当に考えたことない、ところまで深掘りした戦術だった。これがシンキングベースボールの、まあ、先駆けになったっていうふうにも言われています。まだまだシンキングベースボールがなかった時代に、ドンブレイザー、およびこの野村克也がですね、自分のチームにこういう考えっていうものをチームに浸透させていった。それは決して、それを試合で成功させるためとか、実践するためだけではなくて、あくまでこれを勉強したっていうことに対する選手の高揚感を狙っているんだということですよね。はい、ということで分かるようにですね、野村さんはこう緻密な野球とか ID 野球、今日全くやらなかったですけども、データ重視の野球で師匠になっていったというよりは、むしろ長けていたのは人の生かし方だった、そういうふうに思っています。
人作りなくしてチーム作りなし、そんな野村さんのチームの作り方から何かヒントを得ていただければと思います。どうもありがとうございました。